どうもこんにちは、新米クッキングの彦です。今日は沖縄県民が作る6つのチャンプルーその3、自分が一番得意としている豆腐チャンプルーを作っていきたいと思います。では調理開始です。材料の紹介したいと思います。島豆腐、ローソンセレクトのですね、それとキャベツ、もやし、人参、ニラだけです。スパムも入ってこれだけですね。こちらを使いまして豆腐チャンプルを作っていきたいと思います。キャベツ、キャベツの千切りといきたいところですが、味はどんなカットでもいいです。こんな感じでいいですかね。それともやし、もやしですね。続いてスパム、どう、これも、そしてニラ、続いて豆腐、豆腐は水気を切ります。はい、水気を切りましたら、手でちぎっていきたいと思います。一口大ですね。こうやって切ることによって味が染み込みやすいんですよ、豆腐に。ですので包丁で切るよりもこの方が美味しくいただくことができます。はい、こんな感じです。大まかにですね、豆腐チャンプルですので、はい、下ごしらえはこれで以上となります。では炒めていきたいと思います。大さじ1ぐらいの油を入れて、まず最初に豆腐からですね、豆腐から炒めていきます。はい、いい感じで焼き色がつきましたので、火を付けてね、火を付けてね、火では色つけすぎると焦げちゃいますからね、気持ちいい。はい、続きまして人参、ニラも入っちゃった。はい、人参を炒めていきます。ニラも入ってしまいましたね。人参、
人キャベツ多く炒めていきます。もやし、炒めていきます。そして水、あと 100cc ですね。蒸していきます。5分ぐらいですね。では待ちましょう。はい、5分が経ちましたので煮ていきたいと思います。いい感じです。味付けをしていきたいと思います。だしの素 5g、 これかな。醤油大さじ1、はい、煮詰めていきます。で、ここでニラを加えます。どうかいつ入れるかと言いますと、最後ですね。私も入れていいでしょう。はい、豆腐入れます。崩れやすいので、もうゆっくりですね。よしよし。よし。よし。で、これで完成です。はい、盛り付けに行きたいと思います。はい、実食していきたいと思います。出来上がりました。食べてみましょう。うまっ。豆腐の味が出てますね。うん。ニラのシャキシャキ感がいいですね。うまい。豆腐タンプルはよく作ってますので、思った以上に、思った以上でもないですね。普通ですね。とりあえずうまいです。醤油辛さもなく、塩辛さもなく、豆腐の味がして、うん、食べやすいです。はい、もうちょっとで完食ですね。もやしのシャキシャキ感もいいですね。うん、
韓国動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。